大阪城公園駅は、大阪府大阪市中央区大阪城にある、西日本旅客鉄道大阪環状線の駅である。第4回近畿の駅100線に選定されている。駅番号は、JR o 霊7。駅シンボルフラワーは、京丹である。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、京上駅舎を有している。ホームは8両編成に対応している。 分岐器や絶対信号機がないため、停留所に分類される。京橋から森の宮間は、大阪方兵交渉を縦断する形で、開通しており、効果のまま線路を通せば軍事機密が漏えいする、危険性があったため、大阪環状線は東駅付近の道平にせざるを得なかったとの話があるが、これには異論もある。長らく乗り場番号が存在していなかったが、二千六年秋頃に、 乗り場番号が付与された。京橋駅が管理している直営駅。アーバンネットワークエリアに属しており、移行下を利用することができる。改札口付近の上には、小説家の芝良太郎が開業を祝って書いた詩を写したもの一面と、日本画家の西山秀夫の絵を写した三面の、東藩レリーフが設置されている。現在、大阪環状線改造プロジェクトの一環として、 駅全体の改装工事が行われている。当駅は大阪城に近いことから城をイメージした内装になる予定である。大阪環状線改造プロジェクトの一環として2015年3月22日から大阪の陣にちなんだオリジナル曲ホラガイが発車メロディとして使用されている。2019年度の1日平均乗車人員は13,531人である。 大阪環状線の快速停車の中で乗車人員が最も少ない駅である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。以下は当駅外回りホームの奥にある。駐車区出店。ありがとうございます。